WHO ・世界保健機関は中国・武漢で行われた新型コロナウイルスの起源についての調査報告書を今月15日の週に公表すると明らかにしました武漢で調査を行ったベン・エン・バレク氏は5日の WHO の会見で新型コロナウイルスの起源についての調査報告書を15日の週に公表する予定だと発表しました 当初武漢での調査を終えた翌週の先月中旬に概要版の公表を予定していましたが結局、完全版とともに同時に公表されることになりました公表の遅れについて WHO は2つに分けるより完全版1つを元にしたほうが適切な議論ができるとの見方を示しました。また、一部のアアメメリカメディアが 米中の緊張が高まっていることを受けて中間報告書の公表が見送られる方向と報じましたが WHO はもともと中間報告書を出す予定はなかったと否定しました。